god. He killed the little... killed the little frog. Ooh! Welcome back, everyone. So today we're going to be looking at Naruto versus Pain. Before we get into it, make sure you don't forget to like and subscribe. Alright? Alright, so let's go ahead and get this started. ナルト情報を持っている。カチュウちゃんよ、ナルトちゃんの懐に隠れておきんさい。カグス先生は任務で里の外に出てんのか。行け、ガマキシ、口寄せの術。 お前は潜入を、ジライア先生と同じ術を身につけたようだ。先生だと。は平和を望んでいた。ふざけるな。何ちゅうチャクラじゃ。父ちゃんが教えたんか。いや、何をするつもりじゃ、ナルトちゃんは。これのどこに平和があるんだ。木を見て森を見ていない。 お前には平和の意味が理解できていないだけだ。言ってんだろうが。口寄せの術。デイダラの言っていた通りだ。話を聞くようなやつではないな。こいつは 打撃を与えるとそれだけ分裂します。動きが鈍ってきた。どうやら先日の力が落ちてきたようだな。ボイちゃん、カーシア、いいか。これからわしの言うことを聞いときんさい。先方、フートン砂ぼこり。 は切れたか。小僧の仙人モードが溶けてもうたで。分かっとるわい。チョロチョロと。こっちはナルトちゃん。私、わしはやる。ガキの一人、わしがやる。ヤマンたちは下がってくれ。強がってからに。行くぞ、ナルトちゃん。
口寄せの術。呼んだで術を解きんさい。おお。力が戻った。まだだ。戦術。うん。ナセン連弾。よし。あと二人。ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。中心となっているペインの力が戻ったようですね。忍術も体術も効かねえなんて。長次君が教えてくれました。あのペインの術と術のインターバルは、やはり現実にはめるしかないの。でもどうやって。わしらがするんじゃ。前の時これなら逃げ場はないじゃうが。神羅転生。わあ。ナルト君ですよ、確かに。ナルト君がたった一人で。ダメです、ヒレタ様。現実は戦術チャクラを多量に使用する。インターバルの5秒間を狙う。ナルトちゃんも戦術チャクラを練ってくれてる影分身はあと一人。お前は確かに強い、だが満昇天院。おお。ここまでにしておこう。安心しろ、殺しはしん。大事な人中力だからな。千人モードをなめんなよ。力が抜けていく。キュウリ捕獲完了。電池の発動までもう少し耐えてくれ、ナルトちゃんよ。まだ。まだだ。なかなかしぶといな。やっと観念したか。What the heck? ナルトちゃんから戦術チャクラを取り込みすぎて。Wow. それなりにリスクがあったようだな。お前一人だけだ。よし、準備できた。行くで、母ちゃん。はいよ。あの現実はもう懲りてるよ。うまい。おお。いてもだ。Oh my god. He killed the little. Killed the little frog. Ooh.これで少しはおとなしくなるか。キュウ。てめえはなんだ。一体なんだってんだ。なんでこんなことしやがる。出来事はいつも突然だ。この状況、少し話をしよう。理由をお前に話したところで何も変わりはしない。俺の目的はジライア先生も成し得なかった平和を生み出し正義をなすこと。師匠、俺の先生を、俺の里を、こんなに仕上がったお前なんかが偉そうに。お前の目的は何だ。
お前をぶっ倒して世界を平和にしてやる。俺の仲間、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが火の国、そして木の葉は大きくなりすぎ、国益を守るため大国同士の戦争で、その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定した。お前も俺も目指すものは同じだ。ガイア先生の言っていた平和をなそうとしている。互いの正義のために動く。大切なものを失う痛みは誰も同じ。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために、今その事象の中に生き、過去を知り未来を予感する。それが歴史だと知り、し合うことのできない生き物だと悟らざるを得ない。憎しみに支配されている。こんなわしでもこの忍びの世に憎しみがはびこっているのは、わ人が本当の意味で理解し合える時代が来ると。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。わかんねえ、そんなこと。うん、キュービのその力が必要なのだ。すべての美獣の力を使い、この里を潰した数十倍の力を持つ美獣兵器を、痛みを世界へ知らしめ、その痛みの恐怖で戦いを抑止し。そんなの嘘っぱちじゃねえかよ。抑止力は低下し、そしてまた人々は争い、この終わりなき憎しみの連鎖の流れの中に、痛みにより一時の平和を生み出すこと、俺の願いだ。もう随分チャクラを使ってる。平和は目の前だ。お前は俺の平和を嘘っぱちだというが、この呪われた世界で人と人が分かり合う平和ほど。エロ戦には人が本当の意味で理解し合える時代が来ると信じてた。お前のできることは、キュービの力を俺に差し出す。言ったはずだ、お前の死が。どうしたレジ。これはジライア様の口寄せかい。何なら高い場所をしらみつぶしに捜索する。このことを里の生存者で動ける者には連絡してくれ。里の者に協力してもらう。はい、了解しました。Like somebody got hit. Oh. 優勝は外して浅くしてやる。これでお前は自分の意志では動けん。Wow. 永遠の子じゃ、この世の救世主じゃ。お前が負けることは許されん。うるさいカエルだ。この杭でナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。増援か。そんなんでこんな危ねえとこ出てくるんじゃねえ。ここに立っているのは私の意志。私がナルト君を助けるの。いつもナルト君を追いかけて、ナルト君に追いつきたくて、ナルト君が私を変えてくれた。ナルト君の笑顔が私を救ってくれた。ナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。私はナルト君が大好きだから。ナルト君に近づけない。なんとかしないと。ジュン、ソーチ君。ナガト、もう一本。
わからない。お前ごときの力でなぜ歯向かう、なぜ戦う。死ぬと分かっているの。それが私の人道だから。ちょうどこんな風にだ。俺の両親もお前ら木の葉の忍び目の前で。Oh, uh-oh. そうだ。痛みを知れ。Like it just snapped. あれは俺が憎いか。What in the world is going on now?俺が憎いか。これでも人は本当の意味で理解し合えると言える。だがな、俺の痛みはお前以上だ。行くぞ。この程度か。やるな。このチャクラの感じ。What the heck is going on here? 封印を解いた。来る。早い。真の天聖。バカな。真の天聖に耐えるだと。何？はすごい。なんだあれは。勝家様、すぐに避難するようにみんなに伝えてください。ナルト君の九尾の力です。私の分身がナルト君にくっついているので分かります。ヤマトはどうなった。こんな時にどこにいるんだ。六本なんてありえないぞ。九尾の力、素晴らしいものだ。天道を十分近づけた、地縛転生。そこまでしなくても。黙ってろコナン、集中する。地縛転生。
何もここまで大きなもの。相手はキュービだ。手は抜けない。これでキュービ捕獲完了だ。なんでなんでこうなっちまう。嫌だ。もう何もわからねえ。答えを教えてくれ。お前の心をすべてわしに預けろ。そうすれば。What the heck is going on here? そうだ、それでいい。やばい、本当にやばいよこれは。Wow.こっちに来い。さあ、この封印の札を引きちぎってくれ。くそ、もうダメだ。どうしてこんな。封印が解放してしまう時の中に出てくるよう封印式に細工しておいたのさ。来い、ズタズタにしてやる。どうして四代目火影が俺の名前。俺がつけたんだから、せがれなんだし。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。四代目。うるさいね、後ろの。三代目は何も言わなかったようだね。なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。すっげえ大変だったんだぞ。頑張ってみんなに認めてもらいたくて、すっげえ修行して強くなって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて。だがもうわかんねえってばよ。何歳になる。16歳。すまなかった。そして謝るのも違うかな。いや、うん、お前にキュービのチャクラを半分残して封印したのは、この力を使いこなすと信じていた俺の息子なら。どこまで行っても子供を信じてるのが親ってもんだからね。俺もそろそろ行かなくちゃならないかな。チャクラも薄れてきている。封印を組み直す。だがこれで最後だ。頼んだぞナルト。父ちゃん。キュービが消えた。迷いが消えたか。キュービを制することができるというのか。ナルト。キュービ化したせいでチャクラが乱れちまった。使える戦術チャクラは俺自身に残ってる分だけってことか。すでに仙人モードに入っ、まあ、死ぬかと思いましたよ。そろそろ決着をつけよう。痛みを理解できたか。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。本体に気づいた。だが話は終わった。語っても何も変わらん。話をさせろ。仙人モードで逆探知を。貴様、影分身の術、無理玉だ。おっ、インターバルは5秒。これならいける。残り4秒。
まだ2秒ある。 Oh, Shadow Clones。 奥から影分身を諦めろ。あの術は投げ飛ばせない。5秒、この距離ならいける。諦めろ。ラセン。Oh, that's then? Wow. I got so many questions. Like, first of all, let me pause this. Who the heck is that guy in the restraints that's like, they starving? They keep showing him from scene to scene. Second question is like, what's going on with Pain? Why he wants to release all the tail beasts? I know he said he want to bring peace on the world, but can you go about a different way? And what was up with Naruto? I see he turned to like a different transformation of Nine Tails. What was up with that rage mode or something? What was going on with that? I don't know. You guys let me know. Fill me in. And if also you got a show you want me to watch, let me know in the comment section down below. So until next time, peace. Thank you.